おかげで隕石をたくさん片付けられたぞ。ああ、ちょうどよかったです。お願いしたいことがあります。この隕石が誰かの命の星座だって言ったのは覚えてますか？星々が突然落ちる、普通ではありえませんが、ただ事実として起こりました。この謎を解くには命の星座の主を調べる必要があります。隕石の影響を受けた者は雪山の夢を見ると言っていましたね。未知なる鉱山、雪に覆われた地、ドラゴンスパインのような知られた場所でもありません。皆さんが全く同じ夢を見たのか、また夢の中でどんな場所にいたのか、それ夢に関する情報を集めてきてくれませんか？情報が多いほど真相はつかみやすいですから。なら人の多い場所に行って調べないと。あと患者たちの話も聞かないとな。私は干渉を受けない場所にいないといけませんから、調査はお願いしますね。まだ行ってない場所とかあるかな？リーウェには警察層という場所があります。人の多い場所ではありませんが、防除旅館のように患者を受け入れる場所にされている可能性があるかと思います。行こうよ。冒険者協会のものだけど、この辺りは隕石の影響を受けたか？冒険者、ちょうどよかったよ。ここ数日隕石がたくさん落ちてきて大変だったんだ。田んぼに落ちると収穫ができないし、家の前に落ちると出入りもできない。隕石をなんとかできないだろうか。本当に邪魔なんだ。仕方ない、やってやるか。
霊を引きたまえ。熱々でしょ。違えた。行こい。よっ。よっ。ゴバ。また来て。それ。目が覚めた患者はいませんか？それはわからない。直接確認しに行った方が早いと思うよ。凡人よ、あなたも苦しみの世界にいるのね。他の患者と症状が一緒だな。なあ、この患者は目を覚まさなかったか？いや、たまに寝言を言うだけだ。どんな寝言だ？寒い、歩けないとか。寒い地域、山、どこでしょう？
の患者は目を覚まさなかったか？いや。じゃあ寝言を言ってなかったか？そういえば昨日は高いって言ったような気がする。高い？雪山の高さのことか？高くそびえ立つ魔の山から流れる闇の力。あっちにも聞いてみよう。あっ、ああ、光禄はさっき目覚めたよ。お、探してくる。でもさっきまで眠っていたから、話を聞くなら優しく聞いてあげてくれ。不幸な人よ。お見舞いに来たわよ。はあ、腹が減ったな。大丈夫か？腹がすごく減ってるのか？ああ郷土料理が食べたい。桂作荘の郷土料理、桂作の作物を使った料理だな。生き返った。なあ、眠ってた時夢を見なかったか？ああ、見たよ。大変だった。大変な夢？なぜわかる？高くて寒い雪山だった。あんな高い山は見たことがない。雪山で何をしてたんだ？わからない。夢の中の俺は山頂まで登ろうってことしか考えてなかった。山頂にいいものでもあるのか？さあな。自分でもらしくないと思ったんだ。理由はうまく言えないが、なんというか誰かが俺を操って登らせてるような感覚だった変だろ。まさか闇の心かしら。自発ではなく無意識に生まれた願望。確かに精神支配に似てますね。そういえば寒いとか歩けないとか言ってた人たちも雪山にいるってことか？不思議だ。早くモナに知らせないと。そびえ立つ雪山、そこから闇が芽生えているわ。雪山？それだけですか？高くそびえ立つ見たことのない雪山。とても寒くて夢の中の人たちはみんな山頂まで登ろうとしてた。山頂まで登ろうとする。一体どんな人が山を登ろうとしていたのでしょう。その上
他人に影響を与えてしまうほど強い念などありえるのでしょうか。雪山に迫害を受けて死んだ者がいるのかしら。もしくは雪山への挑戦を渇望するものでしょうか。もう一度やってみます。見えました。新たな情報です。その人物の名は、レイナルトです。え？もうわかったのか？だから私は天才だって言ってるではありませんか。レイナルト？聞いたことがないな。お話し中、僕も参加していいかな。あら、また会ったわね、稲妻のフロン。私は眷属。前回は戦艦軍もいたから隣国を救った英雄に手は出せなかった。せっかく再会したし、ついでにやろうかと思ったが。さっきの術師は何者だ。僕のことは知らないはずだが、何かを見る能力があるのか。お前たち、はい、行け。さっきの、またか。長官、またも異変が。今回の隕石は今までで一番大きい。キリがないな。まあいい、行こう。目標変更だ。優先すべきは隕石の収集と研究。長官、あの3人はお任せください。僕の話を聞いてなかった？僕がいつ勝手に判断する権利を与えた。申し訳ありません。行け、使命を果たすんだ。一番簡単な占いを使ってたとしても、あの人がファデュイの執行官だってことは分かります。危険すぎます。どこで知り合ったんですか？あの少年がファデュイの執行官。なんという危険人物。近づいてきたのは何か目的があるはずです。それに彼は強い。想像以上の実力者だってことは一目見ればわかります。認めたくありませんが。先生術の天才モナ様よりもお強いと？まさか。実力では負けるかもしれませんが、先生術なら私の圧勝ですよ。そういえばボージョロ館の周りにもファデュイがいたよな。奴らも隕石のことを調べてるんじゃないか？何やら陰謀が隠されているようですね。あ、まさか。あ、まさか隕石はファデュイの仕業なんじゃないか？パイモン、先に言わないでください。ごめん、ついうっかり。星を墜落させるとかありえないだろう。オズバルト・ラフナビネス、
どう思う？可能性はあると思います。同等の対価を投じれば不吉な種はどんな場所でも芽生えてくる。ファデュイ、覚えておくわ。奇跡が起こる可能性もありますぞ。軍政の使者、我が優秀なる部下よ。闇の侵食からあなたを守るため部下を貸してあげるわ。私のことですね。いやいや、今の戦闘力のままで十分バランスがいいとオイラは思うぞ。私を甘く見てます？私はかなり強いんですから。あなた以上に信頼できる方はいません。しかしお嬢様はあなたが心配なんです。必要ありません。むしろあなたたちの方が危険なので私が守ってあげたいくらいです。あ、当たり前でしょ。まずはトラブルを解決しましょう。悠長に構えていたらまた巨大な隕石が落ちてきますよ。ファデュイがいないうちに行きましょう。これですね。今までにない強い元素力を感じます。漆黒灼滅の根源が降臨したわ。あのファデュイは元素力が目当てってことか？可能性はあります。そうなると他の生き物もこの力を狙うはずです。